いきなり君、南のモナコ有力みたいですが、プレミアで見たいです、うん。僕もそうなんですけどね。まあ、リバプールは安売りしないしね、そういう戦力外の選手とかでも。普通に使われてなかった弁ケとかサコウとかしっかり売りましたもんね。サッキリとか売りましたもんね。なんかそういう、買い叩かれるみたいな、ね、今のリバプールないですよね。も、ま、う、あ、弁ケをしっかりお金積まして売ったっていうのが大きいなと僕は思ってるんですけどね。ウエスタハム、ウエスタハも南の話出てんのかな ね、アントニオと南野って興味あるけど。うん。あと、イケニア君、板、え、倉、ー、が、えー、ボルシアの、えー、2位移籍ほぼ確定みたいですが、要さんの観点でこの移籍どう思われますかボルシアはそこまで僕分かってないんですけど、でもボ,ボルシア一部でしょステップアップとしていいんじゃないですかシャルケもね、残したかったけどみたいなことだろうし、でドイツっていうね、あの慣れてる環境が変わんないっていうのもいいですよね。そういう普通のことしか言えなくてごめんなさい。